この短期間に3名もの仲間を増やしてしまうなんて。こんなペテンが通用すると思っておるのか。わしは病気や怪我をしておる人がいるというから気になってきただけだ。何が寄付だ、何が勧誘だ。こんな人々が心身ともに傷ついているときにその弱みにつけ込みよって、わしは帰る。どいつもこいつも何をするんだ、話せ。さあ、危ないですから中に入りましょう。たまにあんな自分勝手な人がいるんですよ。困ったものです。気を取り直してあなたの活躍を白陽様にご報告しましょう。白陽様と直接話ができるなんてとても光栄なことですよ。失礼いたします。ノルマ達成の方をお連れしました。入ってもらいなさい。さあおかけなさい。活躍してもらっているようだね。ありがとう。世間では私のことをペテンシ呼ばわりする者もいる。君もそう思っているんじゃないかい。このペテンシ野郎、さっさと正体を現しやがれ。私のことはペテン師と呼んでもらっても一向に構わない。ならばあなたは私たちの分も世の中の人たちのために尽くしてください。ところであなたに頼みがあります。この団体を私の代わりに率いてもらえないだろうか。めんどくさそうだから嫌ですよ。そうですか、それは残念。もしも気が変わったら教えてください。あなたはいつでもこの部屋に入れるように皆に言っておきましょう。よく考えてみてくださいね。
この団体を私の代わりに率いてもらえないだろうか。確かに僕が率いた方が良さそうだ。やってやるよ。そうですか。これは頼もしい。世のため人のために尽くしてください。頼みましたよ。あなたのような人がいるから世の中が殺伐としたものになるんです。まったくです。いい年してそんなこともわからないのか。代表、これは見苦しいところをお見せしました。このような分別がつかぬ大人は何とかせねばと思っております。その人をすぐに解放しなさい。え、何ですって。この男は団体の活動を否定するとんでもない輩です。解放などとてもできるものではありません。いいからつべこべ言わずに解放しなさい。はい、かしこまりました。やれやれ、ようやく体を動かせるようになったわい。お前さんはこの団体の他の者とは違うようだな。ではこれにて失礼。そっちへは進めないよ。そんなこといつ誰が決めたんだ。わしは行きたい方へ行くのだ。
アバよ。あなたは裏切り者だわ。私たちの活動は尊いものであるはず。なぜそれを否定した？みんな、代表が裏切ったぞ。ただで済ますな。裏切り者を始末するんだ。すみません。うちに帰る途中に余震があって、兵が倒れてきて。申し訳ないけど、私をうちまで連れてってくれませんか。わかりました。家まで送り届けます。ありがとうございます。どうしたんですか、その怪我。そこで兵が崩れてきてね。この人に溺ってきてもらったのよ。京子さん、うちの中で休ませてちょうだい。それとこの人に何かお礼を差し上げたいの。でもお母さん、家の中まだ片付いていないのよ。怪我人を休ませておく場所があるかどうか。それにその怪我、ちゃんとお医者さんに見てもらった方がいいわ。おい、京子。あれ、お母さん、怪我しているのかい？家の中はまだむちゃくちゃなのよ。お母さんを寝かしたら、私たちの寝る場所がなくなっちゃうでしょ。でも、怪我してるし。お医者さんに見てもらえばいいのよ。病院ならベッドもあるでしょうし。お母さん、どうしたの？せいやはお家の中にいなさい。すみません、病院まで連れてってくれますか？勝手ですみませんが、息子夫婦に迷惑もかけたくありませんので。なんて鬼嫁だ。わかりました。病院まで連れて行きます。ありがとうございます。サトシ、京子さん、それじゃ病院に行ってきますね。はい、よろしくお願いします。
たりにしまったってはずなんだが。Thank you.
ここもダメか。どうすれば。